こんにちは、ケイスケです。今日は久しぶりに購入品の紹介動画なんですけども、LG の35インチのモニター買っちゃいましたので、こちらの開封動画を撮っていこうと思います。はい、ということで、とりあえず設置することができました。一応商品スペックとか、こちらに載せておくんですけども、まあ、設置してみて一言はでかいっていう感じですね。で、今回この曲面ディスプレイを購入した理由なんですけども、まあ、単純にかっこいいなっていうことで、この曲面のディスプレイを購入しました。
でこの外側の、外側の部分が内側に向かって湾曲しているので画面の端の方もすごい見やすいなっていうふうに思いました。でとりあえず35インチでめちゃめちゃでかいので作業領域も広がって、こんな感じでクロームも、3つぐらい広げても全然使いやすいですし、なんかブラウジングしながらなんか他の作業をしたりとかっていうながら作業がすごいしやすい感じだなって思いました。あと一番の特徴はこの USB の Type-C で、PC とモニターをつないで給電と映像の出力ができるっていうのがすごいいいな。このモニターを購入した人の理由のほとんどが、その USB の Type-C ケーブル1本で給電と映像の出力ができるっていうのがポイントになって購入したんじゃないかなっていうふうに思います。今はこの付属のスタンドで、机の上に設置してるんですけども、おいおい、モニターアームを購入してそちらにちょっと切り替えていこうかなっていうふうに思います。で、すごい買ってよかったなと思うんですけども、湾曲しているので多少奥行きがあるっていうことで机の横幅と奥行きが、ある程度ないと結構設置するのも厳しいんじゃないかなっていうふうに思います。僕のこの机は金で物で購入して、横幅が140センチで奥行きは72センチなんですけども、そのぐらいの、広さがあれば問題なく設置できるかなっていう形ですかね。はい、何か気になる点とかあったら、コメント欄で教えていただければ、僕が分かる範囲で回答させていただこうと思います。はい、ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。